はい、皆さんこんにちは。今回がナンバー10回目となります。まだちょっと遊び半分でやってきましたけども、今日はガチ勉強です。我が恩師橋本忠先生はですね、よく石膏像のですね、本当にやるなら鉛筆より木炭なんですけどね、鉛筆もそれなりに先の尖ったように削って、私に削れないんですけどね、もうめんどくさいって、縦の技術とか紙に滑らせて、紙に滑らせて書けるように研ぐ、そういう美大生なんかよくご存じなんですけどね、そういう書き方と、それから木炭、木炭のこういう普通の一般的な木炭ですね、軽いお湯炭しろで、こういう鉢も一直線ばっかりで、結局先日もちょっと申し上げました、例のですねバルール、色の法則なんですけど、あれがの基本が白黒のこの鉛筆より木炭で書く、白黒だけで書く、デッサンなんですけども、そういったことを学びながらもですね、美大生の受験のようにですね、1石膏像が7時間もかかるということはですね、相当な体力と気力、集中力がいります。それで先生おっしゃるのはですね、10分5分という短い時間で、鉛筆木炭なり、鉛筆を使っていいから、結局透明水彩絵の具で石膏像を描こうという課題をですね、よく投げかけられて一生懸命取り組みました。で、そこの中、今日は2枚ほど時間の関係短くてまとめたいと思いますんで、過去描いたですね、その教室で描いた絵なんですけども、2016年11月とかは再現してあるんですけど、その時に教室で10分ぐらいで描いて、すぐまたもう次々とね、どんどん行くんですけれども、今日はですね、一から書くんではなくて、過去書いたものを検証していこうと。検証の仕方なんですけれども、4等分、3等分、いろいろありますけどね。あんまり細かくやってもあれなんで、3等分線を引いてみたいと思います。まずはね。で、3等分線とは、決まった紙なもんですから、縦65センチの横50センチですから、横を3等分するとですね、50センチを約 16.6 なんですね。ですから、横に 16.6、この辺ですね、もう大体でいいです。ここも 16.6。ね。まず縦決めちゃいましょう。これ 2B なんですけど、こんな全部鉛筆でできてるっていうようなのがあるんですけど、6B があるな。欠点はですね、折れやすいんです、これ。で、一応、T 重力があって、T 重力を使いましてですね、確かな線を引いていきたいと思います。はい。この辺。はい、初めて引きます。まず、縦、日本線の引き方と。いうところでですね、今度横へ行こうかなと。すぐ取れてきちゃうんですよ、こういうのはね。固定します。で、縦がですね、65センチなもんで、それを3等分すると 21.66。21.66 のところで、大体の目安を立てましょう。21.66。下からも、どうしようかな。こうしようか。21.66。この辺ですね。で、大体目線になりますね、やっぱり。ちょっと狙っとったんですけどね。大体収めようとすると目線が3分の1ぐらいと来るかなと。
そんなにね、性格はもう無理です。7時間あるわけじゃないですから。教室やれて90分ぐらいでしたかな。2時間あったかもしれないですけどもね。その後、まあ、検証とかいろいろあるもんですから。で、この、達成学園に行って、じゃあ実際のですね、もの。まあ、今これ、幸いのことにですね、現地で写真を撮らせてもらった写真が残ってました。で、写真に大体この線を入れて、3分の1層線。まあ、6個、例えばちょっと違いますけど、どのくらい狂ったか。そこどこから狂ったかっておかしいですけどね。まあ自分なりのメディティが欠けたかどうか。そういったところをですね、検証して、まあ反省材料として、やっていきたいかなと思います。で、まあちょっとここで、できるだけのことをね、ちょっとなぶってみましょうかね。なぶるっていうのは、ちょっと名古屋弁で、QB がありました。で、今日は真っ黒ケース。もう全部真っ黒にしてきました。むちゃくちゃ汚れるんですよ。木炭なんか使ったらもう大変。で、まあとにかく鉛筆で今ちょっとやってますけれども、ね、こんな風かな。こんな風なところで。で、じゃあこの辺明るいんですね。これはこことここを比べてもちょっと色の、ね、レイドの差は出てない。まあそんなところをですね、ちょっと修正して。使う色はですね、先日のお助けくん、ちょっと模様替えしまして、まだ用事があるそうなんですけども、今日は、水彩画に特化してますので、この方にはまた登場いただいてですね、ご用事があったそうなんで、またご紹介したいと思います。暖色系と寒色系のパレットを分けてます。もうちょっとこっちで見れるかな。見れない。こうだな。暖色系、寒色系でパレットを分けてます。そんな必要はないんですけれども、たくさん色使っちゃいますんで、私。で、まあ、そういうことをやってます。で、まあ、主にここで使う色はですね、そう、なんか、いろいろ使ってもしょうがないです。透明水彩絵の具で表そうという、一つの趣旨から、透明水彩を使ってですね、この前のようなバルーの関係、近く遠くをですね、できるだけこの、明暗でですね。特に鉛筆だけの場合は、3段階の明るさってよく言われます。つまり、鉛筆だけでですね、3段階の明るさを出して、そして立体感を出そうということなんで、私はまあ美大生じゃありませんけども、美大行かれる方はいらっしゃる、後でね、行って勉強される方もいるんですけど、私はそこまではいいです。体力持ちません。また、ちょっとこの辺、こちらの方が暗くて、こちらから、光がですね、ここで行くと、向かって右側の方から当たってきて、で、大体顔はですね、こんなもんくらいなんですよ。この人。この人っていうのもおかしいですけどね。まあ、それぐらいかな。こんなところちょっと補填して、顔の優しさを出して。で、あと、こっちがですね、向こうから光が当たってるんで、こっちが当たって、ここの方は、少しは、来ると。来るっていうのは、あれですね、明るさが来るっていうんですね。で、できるだけこの、フェイズグレーを薄めましてですね、大胆にやってみましょうと。だから、こう半分、まあ、ここ、こうなってますから、こう半分のところから、光は、来てると。いうところを理解の上に、ちょっと補填をして、で、また後でですね、教室で撮った時の写真と、に、まあ、線も入れてですね、この辺はちょこっと残ると思います。で、この辺はこう、あって、鼻の頭をこうあって、顎はこう、ここはいいですね。で、ここはおかしいですね。首の下は全部マックス。この黒くなっていくわけです。暗くなっていくわけです。どうでしょうか？自分じゃあんまりわかんないんですけど、まあ、こういう風かな。ここもうちょっと暗くして。
で、こんな感じで。まあ、草木が置かれたんですよね。草むらを。ね。そういったもんも表しながら、まあ、垂れても気にしたい。うん。透明水彩絵の具でね、垂れを気にしとったら、何もできんすよ。はい。まあ、それだったらもう、最初から寝かせて描いた方がいいですね。はい。まず、これが一つ。まあ、編集しますけれども、まあ、どう見えますかね。メディチ。まあ、この草花あまり気にしないで格好ですね。この胸像、首、顔、長さと、ちょっとね、難しい髪の毛してみえるんですよ。まあ、そういったところを見ながら、メディチを、まあ、こう、顔を描く練習の一つにね、していければ、しかも透明水彩でと。で、橋本教室、まあ、南区障害学習センターというところの美術室だったんですけど、たくさん施工図ありました。だみんな、あれ、書いたことない順番にですね、書こう書こうって言って取り組みましたけどね、かなり苦しみます。それがまた楽しいんですよね。何回も書くとですね、そのうち分かってきてね、輪郭も捉えれるようになってくるんですね。そのまま塗ってあるか、塗ったら塗ったらかな。どこまで塗るかというのもあるんですけれど、いずれにしてもまあ10分、5分、まあ、これ中心線と中心線だけ引いて、時間稼いでやってますけどね。ここで3等分線引くとまた変わるんですね。それをちょっとやってみたいと思います。太いより細い、太いのがいいか。ね。横50センチだから 16.6。はい。16.6、ここ。こっちからも 16.6、ここあたり。だってもうやっちゃいましょう。21.66。うん。端から 21.66。まあそんな、21.6、このあたり。はい。で、これで 21.6、このあたり。はい、よし。ほい、地上に行こう。池田ここは、しっかり見えないとね、検証にならない。ね。このあたり、ここですね。ここでいい。ここがしっかり見えるよ。この辺ですね。はい、横行きましょう。ここはつけてもいい。こんなもん。あ、ここ、アリエスは、肺のとこ行きますね、サウンドですよね。これは正しいでしょうか、どうでしょうか。なんとも言えない。ここで見ます。はい。よし。一応三等分割線が引けました。で、これで何を見れるかというとですね、どこ、三等分割の各ポジションの中にどの部分が収まっているか。これをですね、まあ実際、本物を見ながらね、こうやった方がいいんですけれどね、こういう縦横比なり、こう、いろんなもんは道具があるんですよ。人間を助けるための補助道具がね。本物があれば本物で、やった方が確かです。どういうことかって言いますと、これいろいろあるんです。こういうものは。8565、6055、2585。これ書いたれ。でね、実は、この65センチ ×50 センチの大きさの紙っていうのは、20号には足りないんですよ。でピタリ来るこういうゲージもはないんです。でもね、まあ、
私の経験上からいくと F25 でやっといて、それで、小さいから、そっちの 65×5cm。だからそう。で、これなんかもう、これ、1、2、3、4、4等分でやっちゃってますけどね。まあ、分ける分けるほど細かく、デッサンもできて、いい利点もありますけれども、まあ、ちょっと時間もかかって、どうかなと。ただ練習ではな、三分割で、もう行った方がいいと思います。三分割の利点のことをちょっとお話を加えさせていただきます。この、引いた線の、この、交点。ここに、重要なものが来た方が、絵は映えると。こう教わりました。で、確かにそうだなと思います。ど真ん中に書いちゃうとね、それ、日の丸画法。日本の国旗ね、パッパンパンパン、真ん中に、はい、丸があって、あれになっちゃうんですね。で、それ、なぜそうじゃいけないのって、真ん中にど真ん中にいた方がいいじゃないですか。そうしたら、まあ、それはね、イラスト的になっちゃって、絵画的に言うと、奥行き表現の場合に不利になると。ん？不利。なぜ？要は、真ん中に物があると、広がる線は全部均一なんですね。こう、縦横比、まあ、それぞれあるんですけど、少しでもずれてると、こっち短く、こっち長くなる。これね、書いてみるとわかるんですけど、すっごい有利です。立体を描く上で有利です。だから、中心から少しでもずらして、私はできるだけ中心にあんまり物を持ってこないように、一生懸命努力して構図を考えてます。なかなか見つからないですけどね。でもまあ、いろいろ探りながら、私が聞いた話では、構図に正解はなし、一生考えるものとか、巨匠を見習えとか、いろんなことはありますけれども、今日はですね、まず紙や、結構、いい紙で書いた方、アリウスとメディチ。この2点の10分の透明水彩画による黒木ですね、もう素描です。もう、細かいことは言っちゃダメ。もう、10分内でどう形を取り、どう表現し、その、どう心を、こう、訴えかけるかっていう、そういう練習。まあ、それも、非常にいい練習です。はい。それじゃあちょっと、今日は、後で比較書のところで、述べますけど、声はここまでです。見てやってください。これの横に貼りますので、私は私何見て、また反省すべきは反省し、あ、合ってたなとかいうところは、まあ、よかったなというふうに思いまして、勉強したいと思います。今日はとりあえずここまでとします。はい、皆さん、ガチ勉強でした、今日は。たまにはやっぱり勉強も入れて、それから遊びも入れて、楽しんでいきましょう。はい。はい。それじゃあバイバイ。